皆さんこんばんは、ナルと申します。今回プリエの新ガチャ来ましたので解説していきたいと思います。開催期間は5月31日から、7月3日までというところで約1ヶ月間ですね。今回優勝限定のステップアップガチャというところで新しい仕様で、優勝ガチャが来ています。どういうことかというと、星音出現率が 1.5 倍になって、星音が出現した時にはピックアップが確定という形になってます。さらにステップ4だと、このプリエが10枠目には確定ということで、確実にこの新キャラをゲットすることができるという形で、新しくガチャが来ておりますので、欲しい方はぜひご検討いただければと思います。それでは性能解説やっていきたいと思います。まずステータスですね。全キャラ中まず戦力が47位、 HP92位、 攻撃力45位、防御力52位、敏捷がそして1位、1550というところになってます。やはり特筆すべきはこの敏捷1400ですね。これまでと違って、まあ過去一番速い、瞬速を持った、キャラになってます。で、皆さんおそらく一番気になってるのは、ケージ上のユリと比較した時にどうなのかっていうところかと思いますので、そちら見ていければと思います。今各種ステータス比較して出してるかなと思うんですけれども、ケージ上ユリと比較した際は影見つなぎプリエが HP 以外は全て勝ってる状態になってます。アリーナでよく使われてたケージ上ユリなんですけれども、やはり皆さん最初に動かれて1体落とされるみたいなご経験は、アリーナ特に頑張ってる方多いんじゃないかなと思いますけれども、そのケージ上ユリよりもステータスとしてはかなり優秀なキャラになってます。問題はやっぱりクリ率なのかなと思ってまして、ケージ上ユリは奇襲アビリティがついてるので、クリ率っていうところが漏れた状態で襲いかかってくるわけなんですけれども、今回はプリエが奇襲がついてないので、その辺どうなんだろうと思われた方非常に多いのかなと思います。思い出してください。ハサイレツノエルには、奇襲はついていませんでしたが、あいつはかなり暴れましたよね。ハサイレツノエルにも奇襲はついていませんが、十分現役で使われるアリーナキャラだと思いますし、実際に防衛っていうところでは、まあ、出てきて一番最初に動かれると嫌なキャラなのは間違いないのかなと思いますので、クリ率がケージ上ユリよりは低いっていうところはあまり気にされなくてもいいんじゃないかなと思ってます。アリーナ試運転の動画はまた出したいなと思ってますので、ぜひ見ていただければと思います。続いてキャラスキルです。今回敵単体に 150% ダメージを4回与え、さらに味方全体の攻撃力を 30% アップ、さらに自身が光属性の時に味方全体の光属性ダメージを 20% アップしてくれるということで、攻撃力アップのバフを45秒、さらに光ダメージアップのバフも45秒かけてくれるというキャラになってます。これまで光ダメージアップの、キャラスキルを持ってるキャラクターっていうのが、リオンとレバニアしかいなかったんですけれども、どちらも限定キャラということでした。ただ、今回は、工場キャラとして登場っていうところにはなってますので、討伐戦で光攻め頑張っていきたいっていう方は、それ狙いでも十分引いていっても使えるんじゃないかなと思ってます。ノックダウン前にキャラスキルを打つことで攻撃力アップも継続、光ダメージアップも継続というところで非常にダメージを伸ばしやすい性能になっているんじゃないかなと思います。一応敵の光の火ダメージを上げてくれるキャラクターっていうところも載せておきますので、ぜひ参考にしていただければと思います。続いてキャラアビリティ見ていきたいと思います。まず特筆すべきはやはりこの瞬速、自分の敏捷が 40% アップというところで、あれ次元がついてないぞと、過去60秒ついてないぞ、間違いかと思って二度見したんですけれども、間違いではありませんでした。自分の敏捷が 40% アップというところで、まあ、これまで瞬速持ちのキャラと比較しても一番早い、敏捷を持ってるキャラになってます。キャラランクボーナスと合わせて1550の、敏捷っていうところを、まあ、基礎ステータスとして担保できるっていうところは非常に強いですね。そしてこれまでケージ上のユリしか持っていなかった先行気迫というところを持った2人目のキャラクターになってます。言わずもがな攻撃力は3万近くでアリーナを運用することができるので、非常に強いアビリティになってます。さらに3つ目、激励機勢というところで HP70% 以上時に与えるダメージを 30% 増加というところで、これまで激励機勢を覚醒アビリティとして持っているキャラというところだと 20% 増加までしか持ってなかったんですけれども、今回初めてプリエが 30% アップで登場しています。アリーナで使っていく上では、やはりここの激励機勢を取れるか取れないかが勝負の分かれ目かなと思いますので、アリーナで運用したい方はぜひ三角線まで狙っていっていただければなというふうに思ってます。なかなかこれがないとアリーナで敵を格殺していく、まあ初手で1体持っていくっていうところは少し確率下がるかなとはやっぱり思います。
そして取得デブリですね。激励機勢の大会ということで、自分の HP が 70% 以上に当てるダメージを最大 20% 増加すると、現在の HP 割合が高いほど与えるダメージが増というところで、激励機勢のデブリ2人目ですね。聖夜のグリフが持ってたんですけれども、そのキャラと同じく激励機勢のデブリになってます。ただ今回は、HP 割合が高いほど与えるダメージが増加するよっていうところの記載がありますので、使い勝手がいいのは、聖夜グリフの方かなっていうふうには思います。はい、というわけでここまでステータス、キャラスキル、アビリティ、デブリそれぞれ解説をしてきましたけれども、個人的な総合評価としては星4かなというふうに思ってます。理由としてはやはりアリーナで最速で動いていくことができる、実際に僕も引いて運用を試してみてるんですけれども、まずメイン武器、サブ武器というところで次元瞬速の武器をそれぞれ持たせることによって、次元瞬速まず単体として 80% まで盛ることができてます。さらにメモリーっていうところを、バールの書にすることによって敏捷2240まで、持ち上げることができています。デブリは不可瞬速の大会ということで自分の敏捷が 15% アップするものを持たせています。さらにキャラクターで次元瞬兵持ちのキャラクター、メモリーで味方全体の瞬速をアップしてくれるメモリーっていうところをつけていますので、次元瞬速っていうところは 100% で運用することができています。さらに吸収のキャラクターをつけることでクリ率が不安だったんですけれども、そこについてもクリ率を上げることができています。さらに次元猛性付きのキャラクターっていうところもつけてますので、攻撃力っていうところもアップして動くことができるようになっているかなと思います。トータルの敏捷としては4480になるんですけれども、さすがに初手取れないっていうことはないかなっていう使用感になっています。というわけでここまで影見つなぎの住人プリエ見てきましたけれども、いかがでしたでしょうか。最後に今回実装されたキャラクターデザイン見ていければと思いますが、今回のイベントできた隊長もそうですけれども、いやこれぶっちゃけバイオハ